さんこんにちは、スクレアとエデンのベラちゃんです。カンナチャンネルへようこそ。じゃあ今日の動画で絵を描きたいと思います。これは私たちの部屋です。まあここで寝る、食べる、なんだっけ、ここでも撮影するとかいろいろやってる、ゲームもする。ただ一つのなんか、なんて言うんですか、めっちゃストレスなこと、それは何でしょう。これです。何これ。本当はね、まあ動画撮るからなんか普通の障子だったら部屋に光めちゃめちゃ入るので、このブランケットを使ってる、使ってるけどなんかキモくない、ダサい。右はまだ障子がついてるけど、ここには何もない。で、まだ直してないよ。もう時間結構経ってるけど直してない。なんかこれじゃダメだと思う。やりましょう。こんな感じ。やりました。これも外す。よし。これどこ。え、わかんない。なんで外から見られんじゃん。外から見られる。寝れないじゃん。寝るとこ。寝るとこ、ここ。そう。これちょっとね、綺麗に。うわ、寝てきたな。これは A2 サイズの紙。熱い、熱い。ちょっとテープで貼ります。まあ、こんな感じでやっていく。うん、多分時間かかるからもう全部流せない。オッケー。はい。まあ、じゃあこんな感じです。でっか、結構でかいよね。やば、寒いよ。寒い寒い寒いよね。部屋がさ、ちょっとダサいじゃん。ダサくない。だからなんかおしゃれにしてほしいんだけど、まあ、ちょっとリフォームやってるね。私嫌だと思ったけど私はできないから、よひみ頼もう。OK。 ブランケット、黒いブランケットをかけて、うん、窓にかけて、まだ寒い。あ、そうね、そうね。だから、これ持ってきたよ。見ました。見た、見ました。いや、これを書いてほしいです。でもここ上だけちょっとですよね。そうだね、まあほとんどは白だよね。下だけ、下だけ淡い感じね。そんな目立たないような、ちょっとあるなぐらいな。そうだね、そのがっつり書いちゃうとあれだから。そうだね。うわ、やっぱり黒だね。あったかい。あったかい。なにそれ。ドラゴン。ドラゴン。ドラゴンちゃん。イエーイ。おー、ヨヘは、うん、暑いのと寒いのはどっちがいい。どっちも嫌い。どっちも嫌い。どっちも普通がいい。普通。23、4度ぐらいがいい。23度ぐらいがいい。
そうなの。オーストラリア行きたいな、もうな。オーストラリア、でもオーストラリア暑いイメージがあるけど。いや、いいんじゃない、ちょうどいいんじゃない、今。あ、そう、うん、ちょっと今、ちょうどいいところに行きたいな。そうだね。8月はさ、8月は毎年カナダ行くとか行くね。おお。ね。カナダは。カナダ8月めっちゃいい。本当。暑いけど、いいよ、全然。暑い、え、暑い、暑いけど日本よりは暑くない。おお、カナダいいんじゃない。カナダ、うん、スレもさ、うん、寒いからさ、うん、出たくない。出たくない、寒いから。嫌だって。え、嫌だって。出たくない、使わないでほしいよ。今はやめて。めっちゃ声出てる。かけてるけど、かっこいい、かっこいいよね。上はいいんだよね。上がどう思う？いいと思う。いいと思う。ちょっと上がタコモみたいな感じがいいんじゃない？やだ。ダメ？あ、ここ。あ、ここね。終わり方という。あ、終わり方ね。うん。ありがとう。開いた。シャシャーン。どう？ちょっと待って。っていうか目にモザイクかかってんだけど。え？あ、目にモザイクかかってる。かかってるよね。っていうか痛くない。あ、目がね、今コンコンってやってる。あ、向こうからノックしてんの？そう、ノックしてる。あ、そういうこと。コンコンって。顔見えないじゃん。顔が見えない。でもあそこにいると分かってるから、うん、あ、いいんじゃない。でも綺麗だと思います。はいよ、オッケー。はい、じゃあということで、皆さんはこの動画いいなと思ったら、ダメだと思ったら、何思ってもチャンネル登録と高評価とコメントもよろしくお願いします。Adiós. Amigos.